宮坂学は、日本の実業家。ヤフー株式会社代表取締役社長や、同社取締役会長、一般社団法人日本 IT 団体連盟会長、東京都産業を経て、東京都副知事。山口県豊富市出身。1986年山口県立豊富高等学校を経て、同志社大学経済学部卒業。毎日新聞社の内定を辞退し、 採用 PR のベンチャー企業、UPU に入社。1997年6月、設立2年目のヤフー株式会社に転職。2002年1月メディア事業部事業部長に就任。2009年執行役員コンシューマー事業統括本部長に就任。前社長兼 CEO、井上正宏の後を受け2012年4月1日執行役員のママ CEO 就任。 2012年6月から、ヤフー株式会社代表取締役社長に就任。2013年6月21日付で、ソフトバンク取締役に就任。2013年ヤフーから1億円の役員報酬を受けた。2016年7月一般社団法人日本 IT 団体連盟会長。2017年6月ソフトバンク取締役。 2018年2月 Z コーポレーション株式会社代表取締役。2018年4月 Z コーポレーション株式会社代表取締役社長。2018年1月24日、ヤフー株式会社新執行体制移行のため、株主総会の決議を経て代表権のない会長に、退くことを発表。公認社長は、河辺健太郎最高経営責任者副社長。 執行役員2019年6月18日付で、ヤフー株式会社取締役会長を退任し、同日付で JSR 株式会社取締役に就任。同年7月1日付で、井野熊淳子と共に、東京都参与に就任し、ソサイティ5.0社会実装モデルの検討に関することを移植分野とした。同年9月に、 小池百合子東京都知事により、猪瀬直樹以来となる民間出身の東京都副知事への起用が提示され、同年9月10日、東京都議会の同意を経て20日付で東京都副知事に就任し、ソサエティ5.0施策の推進、5G 施策の推進、東京の成長戦略及び働き方改革等の都政改革に関する助言を担任事項とした。ありがとうございます。